はい、こんにちは。こんな問題を考えてみたんですけども、5、11、17、23、29、これは、等間隔、まあ6ずつ増えていく等間隔で並ぶ5つの節数、これ全部素数だと。じゃあ同じように等間隔で並ぶ整数が6つ等間隔で並ぶ整数すべてが素数になるような組を、まあ一つなんとか探し当ててくださいと。まあ闇雲に探してもそう簡単には見つかりませんよということで、じゃあどう論理的に探していくかという話なんですけども、連続する奇数357、これ3つとも全部素数ですよね。連続する3つの奇数が全て素数になるのはこれだけですと。昔早稲田大学で出された問題ですけども、連続する3つの奇数は、まあ先頭 P、次を P プラス2、P プラス4とすれば、これモッド3で、どれか必ず3の倍数になっちゃうんですよね。P が0ならまあこれが3の倍数だし、P が1だったらこれが3の倍数だし、P が2だったらこれが3の倍数と。モッド3は0、1、2しかないんで。で、これかこれ、まあどれかが3の倍数になっちゃうと。なんで、2ずつ増えていく数は3つのうちどれかが必ず3の倍数。で、3の倍数は3以外は全て素数になり得ないですよね。なので、3を含んだものしか考えられないということで、まあ、正だったら1、3、5か3、5、7しかなくて、で、まあ1は素数じゃないから、もうこれしかないですよ、という話。で、これ別に連続する奇数じゃなくて、この問題と同じように等間隔で並ぶ3つの数だとしたときに、その P、P たす A、P たす 2A、これも3の倍数になっちゃうんですよね。P が0だったらもちろんこれが3の倍数だし、もっと3で。で、P が1だったら、それなっちゃう、ならないこともできるんですけど、それは、A が0でなければ3の倍数になっちゃいますと。さ、A が3の倍数だったら3の倍数じゃない、3つの数作れますけども、A が3の倍数だったら、これどれか必ず3の倍数になっちゃうと。A が0だったら、これが3の倍数。P が1だったら、A ももちろんこれは0じゃなければ1か2なんで、P が1。で、A が1か2、こっち3の倍数。もちろんもしかしたらこっちかもしれない。でもそうするとその時は P が1、2、A を2倍すると2、4、まあこれ1ですけど。そうすると、これは3の倍数じゃないけど、P が1、A が1だったら2倍して、ここが3の倍数になっちゃうと。で、P が2だったら、もう3の倍数。で、もしも違ったとしても、今度こっちは2、4、すなわち1、これ2か。こっちが3の倍数じゃなくても、ここが3の倍数になっちゃうっていうふうに、A が3の倍数でなければ、やっぱり等間隔で並ぶ3つの数は、どれかが3の倍数になっちゃうけど、A が3の倍数なら、P が3の倍数じゃない。3の倍数じゃない数に、3の倍数を足していけば、それは絶対3の倍数にはならないんですよね。3の倍数でない数に3の倍数を次々足しても、3の倍数にならないようにして並べれば3の倍数を登場させなくて済むのがこれですね。3の倍数じゃない数に3の倍数を足していく。ただし奇数だともうすぐ偶数になっちゃうんで素数になりえないんで、偶数の3の倍数すなわち6を足していくと、まあ3の倍数にはなりませんよと。絶対にもちろん必ず素数になるとは限りませんけども、3の倍数の間隔で並べていけば、で、偶数の3の倍数の間隔で並べていけば、3の倍数は出てきませんと。だからこれ、5に12足していっても実はうまくいっちゃうんですね。17素数。29素数。41素数。53素数っていうふうに、5から12ずつ足していけば、まあ、3の倍数は登場しない。で、まあ、うまく素数になっちゃうこともあるよと。でも、お察しの通り、これ実は、この次の数、6ずつ増えていくなら、35素数じゃない。
65素数じゃないっていうふうに今度は5の倍数になっちゃうんですね。なんで等間隔で5個数字並べると5の倍数が登場しちゃいますよと。どれかはもちろんそれにもさっきと同じように条件があって、この間隔の数が5の倍数ならそれを避けることもできるという話で、じゃあ本当に等間隔で5個数字並べるとどれかしら5の倍数になっちゃうのか、でその条件はというと、等間隔で並べると P たす A、 P たす 2A、 P たす 3A、 P たす 4A と。でここでやっぱり同じ A が0でなければ、モッド5ですよ、モッド5、モッド5で A が0でなければ、これどれかは必ず5の倍数になっちゃいますと。っていうのは、フェルマーの小定理の時にやったんですけども、この A、2A、3A、4A、まあ0も入れておきますか、一応。これ、モッド5では、どれが1で、どれが2で、どれが3かは分かりませんけども、これ、全部バラバラです。まあ、これは0なのは決まってますけども、0A。これが0なのは決まってますけども、これ、どれが1で、どれが2で、どれが3かは分かりませんけども、どれかが1、どれかが2、どれかが3、どれかが4になってます。っていうのは、一般的にちゃんと言っちゃうならば、モッド P、モッド P って何じゃなくて、0はもうどうでもいいんで抜かしておくと、モッド P は1、2、3、4、P-1 の、P-1 個の余りが考えられます。P で割った余りは、1から P-1 まで。で、これにかける A。ただし A は、P と互いに素ですと。0じゃありませんと。P の倍数じゃない A をかけると、A、2A、3A、A カッコ P-1。これらはすべてモッド P でバラバラ、すなわち、1から P-1 までの1個ずつですと。っていうのはなぜかというと、すべてバラバラの否定は同じ組があると。じゃあこの I 番目と J 番目を A 倍した、IA と JA がモッド P で合同同じものがあると仮定すると、これ移行して A で含むと A カッコ I-J が0、すなわち P の倍数ですと。で今 A は P の倍数でないという条件なんで、 I-J が P の倍数、すなわち I と J は合同じゃないですよねと。今1から P-1 までの全部バラバラの数なんで、 I と J が合同なのとはありえないってことは、これも全てバラバラと。なんでこれ A、2A、3A、4A はモッド5で1から4のどれかですってことは、これすなわち P、 P たす1、 P たす2、 P たす3、 P たす4と、モッド5で。そしてこれはもう一目明らかのように、どれかしら5の倍数ですよねと。P が、まあ、0ならこれだし、1ならこれだし、2ならこれだし、3ならこれ、4ならこれが5の倍数になっちゃうんで、等間隔で並ぶ5つの数はどれかしら5の倍数です。ただしそれは等間隔の間隔が5の倍数でなければです。なんで等間隔で6つ以上素数を連続して登場させたければ、この間隔を5の倍数にしてあげなければいけない。で、さっき3の倍数でないと3個に1個3の倍数が登場しちゃう。で、もちろん偶数じゃなきゃいけませんと。奇数だったら、奇数ずつ増えたら偶数になっちゃうんで、偶数は素数になりえないんで。なんで、等間隔で並ぶ6つの整数全てを素数にしたければ、必要条件として、まず先頭を、3でも5でもない7にしてあげる。別に7じゃなくてもいいですよ。7じゃなくてもいいけど、まあ、とりあえず一番ちっちゃい7を選んであげて、そこから間隔は2の倍数かつ3の倍数かつ5の倍数である30ずつ増やしてあげれば、まあ、少なくとも2でも3でも5でも割れませんと。67、97、127、157。これ、この辺素数ですと。全部素数。
1,2,3,4,5,6 見つかったと。まあもちろん全部素数になる保証はないんで、187はこれ残念ながら11かけ13です、合成数ですと。でここは絶対に今度は7の倍数になっちゃいますと。等間隔で7の倍数じゃない数ずつですよ、7の倍数じゃない数ずつ増やしていけば、7個に1個は7の倍数になっちゃうんで、なんでここは必然的に7の倍数になります。でもせっかくだから、これも素数になるようなものを探したいなと。連続7個は、まあ問題には出してませんけど、でも条件としては7から始めるんだったら30の倍数ずつ増やしていかなきゃいけないんで、まあ60でやってみてダメでしたと。これが出てきちゃう。90ずつやってもダメでした。それもこれが出てきちゃうのかな、187で、120ずつやってもダメでしたと。でも150ずつ増やしてみると、7 157 307 457 607 607、757 907、これ実は全部素数になってくれたんで、連続7個の例だったら、まあこんなのがありますということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。